岩見沢にあります NPO 法人山の記憶推進事業団の酒井と申します。本日は朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、今工程表をですね配っていただきましたけども、はじめにですね、まず高速を使いまして岩見沢の、私たちの事務所なんですけども、空知山の記憶マネジメントセンターというところに向かいます。小樽は天宮線と呼んでますけども、ホロナイ鉄道ですね、三笠のホロナイの石炭を小樽の石炭積み出し港にですね運んでいました。その、ところをたどるということでですね、ちょうど私たちのこのセンターで、ホロナイ線に昔かかってたですね鉄橋があるんですけども、それをテーマにした展示をやっていますので、その展示をちょっと見ていただきまして、その後ですねホロナイ線の線路をたどってホロナイ炭鉱の跡を見ていただきます。南石の石蔵になってまして、明治42年建てられて、実はですね引き屋で他のところからこれ持ってこられたんですけども、もともとはですね専売局でタバコとかお塩の蔵でした。ですからこの蔵のですね南側外後ろ側にですね煙っていう屋号がついてました。小樽の方々はですね、いっぱい蔵見てますから、それには大した蔵ではないんですけども、一応ここをギャラリーだとか講演会だとかですね、岩見沢教育大のアートの子たちの卒業展に使ったりですね、ジャズのライブに貸してくれとかですね、来ています。もちろん有料ですね。そうですね。蔵として貸しするときは有料で、あと自前の展示だとか共同での時はあるんですけども、昨日おとついもですね、実はなんだっけな、ギター教室のなんか発表会をやるっていうんでお貸ししたんで全部横に置けちゃったんです。ここで展示してるのはですねホロナイ鉄道、先ほどですね映像を見ていただいたあれの時にですね、実は岩見沢にアメリカ、日本で最初にですねアメリカから輸入された鉄橋が2本あったんですね。でその鉄橋がですねクルフォードが発注したんだけども、来る時にはクルフォードはもうクビになってて、それで最初鉄道改正にも間に合わなくて後から付け替えられたんですけども、そういう鉄橋がですねあったのがだんだん規格が合わなくなって、栃木の鬼怒川鉄道に売られていきます。それで鬼怒川で使われてて、平成7年かなまで向こうで使われてたんですけども、鬼怒川鉄道も、規格が合わなくなって、それで、全国でですねあちこちそれを欲しいっていう運動が起こったんですけども、2本の鉄橋のうち1橋はですね JR の研修センターにちゃんと復元されて残ってます。でもう1橋どうするっていう中であちこち声を上げたんですけども、その当時ですね岩見沢の市民もぜひ岩見沢に戻してほしいっていうのをですね、鬼怒川鉄道、東武鉄道になったんですけども、東武鉄道に申し入れて、それで岩見沢に戻ってくる時まではかなり熱い運動があったんですけども、戻ってきたらやはり鉄橋なんで簡単にその辺には置けないですね、30メーターぐらいありますから、それでどうにもなくてですね、それである鉄工所のヤードにですね置かれたまんまになって、その写真がそこにあるんですけども、サビのまんまこう置かれた状態でですね11年経ってて、それで土木遺産をやってる方とか、あと元SL の運転士とかですねがこううちに来ていろいろとお話してて、こんなのあるんだけどもって話で、それはもう一回ちょっと話を盛り上げて、やはり市民の声でですねその後どうやっていこうっていうのをちゃんと考えていきたいっていうので展示させていただいて、一部部品ですね
そこにあるんですけども、あの子供たちとかみんなでサビ落としをするようなですねイベントを、やったりですね。